はい、今回は、YZF の R15S の方の、紹介動画になっております。で、ですね、S が何が違うかというと、もうほんとここだけでして、シートがこう、分離式じゃない、この流れで続いてるシートになってるというところが違いになっております。まあ、こちらの方がタンデムもしやすいですし、ちょっと多分面積も大きいんかな、シートバックとかもつけやすい感じになってますね。はい、それでは紹介に移っていきます。まあ、外観にしてはもう新車になりますので、もうもちろん当たり前ですけど、綺麗な1台となっております。で、新車なんでこういうですね、サリーガードというガードが、独特のガードがついてますのと、こちらナンバーステーですね、海外では前にもナンバーをつける義務があるので、こういうのがついてるんですけど、これはもちろん外せます。で、ミラーがついてないのは新車やからという感じですね。はい、でヘッドライトは LED、フロントは ABS 付きですね、なっております。で、 VVA 可変バルブというのが入ってますので、かなり加速もスムーズにいきます。だから高速乗っても全然他の 150cc クラスに比べるとパワーがかなりありますので、そうですね、パワー不足感じる場面というのはあんまりないのかなと思います。で、ボディも軽量、燃費の方もかなり、はい、低燃費になっておりますので、経済的な1台かなと思います。はい、ですね。で、今ですね、国内の方で YZF の R15 と、125と出てますけども、 S っていうのがですね、おそらくないかなと思いますので、まあ、タンデムとかもやっぱりしたいけど、ちょっとやっぱりしにくいなと国内のモデルで思ってた方に関しては、こちら非常におすすめの1台となっております。はい、で、輸入車であってもですね、当店保証の方が1年1万キロついておりますので、安心してお乗りいただけます。ぜひこの機会に、こちらいかがでしょうか。